こんにちは、フォトグラファーのゆりかめらです。今日の授業は昨夜折りを消す方法を学びたいと思います。本日のポイントはじゃん、ぼかすテクニックをマスターするです。具体的な方法は次でご紹介します。まず一つ目はですね、こちらです。レンズを望遠側に設定するです。私が普段動物園で使っているレンズは望遠レンズなんですけれども、こちらのレンズは70から 200mm を設定することができます。望遠側なので一番数値の高い 200mm の方にまずこのように設定をいたします。で、次に2番目は F 値を開放値に設定するです。 F 値というのは一番最初の頃に絞り値について学んだと思うんですけれども、それを開放値にするっていうことは一番小さい数字にするっていうことですね。で、この望遠レンズの一番小さい数値は4なので、こちらをそのように設定をします。で、次に3番目、これが一番大事なんですけれども、昨夜折りに一番このフードの先端を密着させます。そうすることで映り込みを極端に、軽減させて、動物をきれいに映すことができます。先ほどのようにですね、設定してもどうしても太い柵とか折りが映り込んでしまう場合があります。こんな感じにですね、動物の前に映り込んできてしまうんですけれども、諦めずにですね、ちょっと移動してみて、で、また映り込まない、例えばガラス越しとか、窓か草木の手前をぼかしながら、なんとかして動物を映せるポイントまで移動してみてください。では実際に外に撮影しに行ってみましょう。